来てくれたね、二人とも。この三人がユナイトラウンズに揃うのはいつぶりだろうね。君たちバカが80人のプレイヤーで固めた私の城に乗り込んできた時以来かな。言っとくけど、あれ三楽の提案だからね。面白そうだし、王様アサシンキルしようぜって。カッツもノリノリだったろうが。まあね、あれは痛快だった。最後自爆装置で部下もろとも城ごと大爆発するとは思わなかったよな。あの鉛筆包丁事件はユナイトラウンズの運営が終了する日まで語り継がれるだろうね。ああ、だけどそのバカ限りの刹那主義の癖して心の中では今も悔しがってるもんだから、たまに誰も聞いてないのに言い訳始めるし。和気あいあいとしてきたところで本題に入っていいかな。はい。ユニークモンスター墓守のウェザエモンの討伐を三人でやらない？はぁ、あ、ユニークモンスター？ユニークモンスターって三楽が戦ったリュカオンっていうのと同じカテゴリーのやつだよね。マジ？ユニークめっちゃ興味あるんですけど。そうだよ、シャングリラフロンティア、七つの最強種の一つ、墓守のウェザエモン。実際アシュラ界上位15人で討伐隊組んだけどフルボッコだったよ。必要なのは純粋なプレイヤースキル。だからこそプロゲーマーのカッツォ君とクソゲーマーの三楽君の力が必要なの。プロゲーマーとクソゲーマーって並べていいのか？プロゲーマーの格が落ちそうだから離れてどうぞ、クソゲーマー。ニコンの！で、どうかな？追加報酬が欲しいなら聞くけど。まあ、話は分かった。けど、まだ何か隠してるんだろう。俺たちを一枚かませるなら、そこんとこも教えてくれよな。